ユニクロで購入したものがあるので開封していきます。今回購入紹介するのはユニクロのディズニー100周年のコラボのやつです、ね、じゃあ紹介していきます。まずは、ね、小さいものかな、うん、ということでこの靴下3種になります。まずこれが灰色と黄金のミッキーが刺繍されたやつ。なんかミッキーシャイニーズみたいな感じで、その100周年で金とか銀がコンセプトみたいな。でじゃあまずこれちょっと、あ、センチはね27から29で1個目、2つ目が黒に銀色なのかな、うん、のミッキーがのなんロゴみたいな感じかな、うん、刺繍されてるやつで、同じ27から29だからレギュラーソックスってやつかな、うん、で最後が白にミッキーのグーみたいな、グッドボタンがの銀色かな、これも銀色見にくい、うん、の刺繍がされた白いソックスね、うん、でこれも27、29レギュラー、うん、の3種類をちょっと購入してみました。あの靴下めったに買うことはないから、うん、あのこういうあのキャラクターものね、うん、だからちょっと買ってもいいかなって今回思って、うん、購入してみました。じゃあこの3ソックスね、値段どっかだな、こんな感じでーす。じゃあ次こちら行きます。 T シャツかなあのやつで、じゃあちょっと開けていきます。こんな半袖で黒に黄金のミッキー、やっぱり、うん、黄金のミッキーです。これはんプリント、プリントない、これはプリント、腕のところにはディズニー、あの黄金のね、黄金ので、これも多分プリントね、うん、で、ユニクロのもあるかな、ここユーティーとディズニーかな、ディズニーで、裏はない、裏はない、このミッキーシャイニーみたいなで、なんかね、シャインズ、ミッキーシャインズで、L サイズの1500円です。です。で、これがだから1枚目、うん、畳み方がちょっと雑になっちゃう、とりあえずこれが1枚目です。で、2枚目いきます。で、こちらはミッキー、見にくいけどね、ちょっと、うん、銀色、見にくい、銀色のミッキーの顔かな、うん、がのプリントのやつ、ミッキーマウス、ミッキーマウスって書いてあるやつで、で、これもね、ここにユニクロって書いてあって裏はない。で、結構ね、これね、よく見ると分かるんだけど、ここにね、ほら、こうやって出るから、うん、結構薄いと思う。白っていいね。うん。やばいね。そう。で、同じ1500円。1500円。1500円。で、L。L サイズ。で、これはないね。袖のとこに。この銀バージョンね。うん。っていうやつ、ちょっと見にくいけど、銀色のミッキーの顔が、プリントされた、うん、この白い T シャツが2枚目。うん、じゃあ次3枚目いきます。こちらになります。じゃあ開けていきます。で、今度は何の見てるの、うん、え、紺色グレージュみたいな、グレージュみたいな、何色だろう、グレーだ、グレーグレーに、うん、あの金のミッキーさんが 5体分、うん、なんかあ、そうだ、アクションしてるみたいなやつだね。ここに何か見てびっくりして走ってるみたいなの、うん、走って逃げるのか追っかけてるのかのミッキーさん、うん、で、これはね、裏側に今までのなかったんだ、これはディズニーって入ってます、入ってます。で、肩はない、ない、肩はない、あ、肘、肘っていうか、うん、袖の部分はない、ないです。で、で、これも L かな、L、で、1500円一緒ね、1500円です。 で、これが3枚目、じゃあ開けていきます。これが白に銀の、なんだ、鳥さん、鳥さんと、あの、なんだっけ、あの、船の、うん、舵かな、舵、うん、あ、これよく見えるね、そうかな、が胸ポケット、ポケットじゃないけど胸のとこにある、そう、銀色ね、うん、で、これは逆にこれシンプルだと思ったら裏がすごいんだね、うん、裏に蒸気船ウィリーな、見にくいんだけど、見にくいけど蒸気船ウィリーのミッキー、うん、ミッキーになってます。だからチンプは好きなタイプ、うん、蒸気船ウィリー好きだから、昔のね、そうそう、大好きだから、シーブルドウィリー、デザインがっていうのかな、うん、これが好きでしょうがないんで毎回こういうのが、これ、このケースが出ると、あの、ディズニーでもあの、ポップコーンバケットとか買っちゃう。ああ。あの、好きだからね、うん。うん。っていう感じのやつ。だから、裏だからね、しかもなんだっけ、その、あん、白と白とどうなの、着た感じわかんないけど、光が当たるとあんまり見にくいよね。そうだね。だから目立たなくていいんだよ、結構。目立ちたくないの。結構でかいよね。でかいから、あれは、ね。背中だとね、リュックとかしょっちゃうと、ただ、ちょっとペイン、あ、なんだっけ、プリントだから、うん、で、なんか白いのは、あの、紙で書く、あれだったんだね、うん。だからもしかしたら剥がれやすいっていうのはあるもん、ね、そう、くっついちゃうかもしれない。そう、だからリュックとか着てると、そう、ああいう、しょってると着てるじゃん。
しょってるとそこにくっついちゃう可能性もある。保管する時とかもね。そうそうそう。畳んでおいたらここがピッてくっついちゃう。だからこれはハンガーにかけた方がいい。うん、ね、うん、これを守るためね、うん、って感じで。だから今回は一応まあ黒黒ではないんだけど、うん、あの黒とグレーの金色のタイプと、うん、白と銀色のタイプ、うん、のを1個ずつ買ったって感じ。あ、2つずつ、2枚ずつ種類が違うのね、種類で絵柄が違うの、うん、2枚ずつ買ったって形になります。じゃあ最後いきます。最後こ、あ、最後っていうか2つあるんだ。これがトレーナー系かな、うん、灰色と黒、うん、じゃあちょっと開けていきます。灰色から、狭いからね、あんまりあれなんだけど。じゃあまずこの灰色のがさっきの T シャツの、あ、白と銀のバージョンのトレーナーバージョン、うん、だからここにほら鳥さん大好きなチンパドーナン大好きな鳥さんと、うん、あのさっきのカジかな、カジが乗って、あ、描かれてる胸の部分でね、うん、描かれてるバージョンで、腕はないね、あれ。そう、そんでなんだっけ、この裏肝じゃないタイプの薄めのトレーナーです。でちょっとキュッとしてるのあるんだよ、キュッとしてるタイプです。で、これはさっきと同じって言ったから当然、うん、そう、見にくいけど裏側に銀色で蒸気船ウィリーのミッキーの、さっきの白いやつとか全く一緒、あの T シャツと模様はね、うん、めっちゃ醜い。そうだから、あの買った時は覚えてたんだけど、来てはね、覚えない。多分チンパが大好きで買ったんだ、うん、まだ例のことそうね、ウィリー好きだから買ってって言ってた、うん、そうっていうやつ、蒸気船ウィリーの灰色のトレーナー、トレーナーです。でこれもね、一応貼ってあったから、こういうあのビニール製のやつが、うん、だから多分これもちょっと保護しないとダメなんだけどな、うん、ちょっと剥がれちゃうもんね、くっついちゃうもんなと思う。値段、あ、値段ね、2990円です。です。で、L かな？ L サイズです。っていう、あの、灰色の蒸気船ウィリーのトレーナーです。じゃあ最後いきます。こちらです。じゃあ開けていきます。これが最後のやつで、黒に銀色のミッキーのプリント。見やすい。見やすいんだ。これははっきりわかる。うん。だから、デザインとしてはいいんだよな。うん。はっきりわかる。うん。で、これはさらに腕のところに、ディズニー。これは刺繍かな、刺繍、うん、刺繍。刺繍がしてあります。で、腕はあの締まるやつね。キュッてなってて。で、裏は同じ薄めのやつです。で、だから、真冬ではない、うん、あの。ちょっと秋の寒くなってきたの。11月頃かな、うん、だから12月頃まで、ね。最近暑いからね。そう。やつで。だから1月、2月はちょっと寒いかもしれない、ね、うん。これじゃん。って感じでーす。で、これは裏ない。裏なしです。裏なし。で、タイプで同じお値段が2990円の L。になります。で今回これが購入した9点が、うん、になります。だからね、結構柄はね、チンパが好きなやつが揃ってたんで今回、うん、買っちゃったって感じ、うん、で靴下はこういうの買ったことないからまあいいかなって感じでーす、うん、じゃあ以上がユニクロとあのディズニー100周年のコラボの、うん、あのなんだろう、衣服かな、うん、の購入品になります。以上です。